サイズをかぼっちゃうんですか。サイズっていう言い方おかしいんですけれども、ちょっとあのこの番組から引いてあのファンの一人として見たいなというふうに思っております。この二人の掛け合いがね、実に楽しくて面白くて、やっぱりね、時代はねこの世代に移ってるので、ちょっとあのいや向こうで見る、たまにはお母さんも出てきてください。マダムでございます。よろしくお願いします。お母さんって言われちゃったから、お母さんの世代なんですもん。はい、そして遠藤先生。遠藤こと田代岳です。よろしくお願いします。私ね、さあのなんていうの、収録をね見てて思ったんだけど、ほらトランプって 72? うん、まあ70過ぎてますよね。だ金髪の頭もね、うん、よくないけれど、うん、やっぱり70代ぐらいになったら変わるのは難しいよね。まあ私たちにしてもそうだけれど、そういう人がもちろん信念は持たなきゃいけないけど、うん、やっぱりあの新しい時代を築こうとかっていうのは老練であるだけじゃダメなんじゃないかと思うけど、田代先生どうでしょうか。まあいろいろな考え方ありますよね。その経験がいいこともあるし、若いそのフレッシュさっていうのが、だから打ち破る経験してるってことはやっぱり枠にとらわれちゃうから、うん、そうなっちゃう。まあ多分でもトランプの場合その経験が結構あのエキゾチックっていうか、エキゾチックとんでもなかったりするから、まあ、政治にはあんまりないよね、うん、ないよ。だからヒラリーさんになったらどうかなっていうのはね、うん、あるんだけど、ヒラリーさんってでもね、すごく人の話を聞くらしいんですよね、うん、だからもったいなかったかな、アメリカ失敗したかなとか思うけど、うん、ね、オバマさんは若いっていうね、うん、そのオバマさんの若さっていうのに ね、 フレッシュさですよね、期待したっていう部分もあるし、はい、うん、でも人間なんて完璧じゃないんだから、まあそれはそうなんですよね、うん、でもどうしてもほら我々政治家とか官僚には完璧を求めて、うん、ついつい要求しちゃうじゃないですか。まあまあでもね、政治家もね不倫しますしね、いやいやいろんなあれはっていうか、ちょっとやっぱり大人げないっていうことが多いんじゃない、思いますね。不倫がどうのこうのっていうよりも、うん、例えば言葉一つとっても、うん、言葉の使い方ちゃんと教育受けてきてないんじゃないのっていうような気しません。まあそうですよね、うん、特に自民党だったら日本語を大切にしろって感じですよね。そう思いません、だって自民党は言葉を大切にしろって。そうだよ、だって、うん、そうじゃなきゃいけないよ、だってそうですよね、うん、だからどうですかリサさん、この具体的に2人でねこの番組だってやっぱり新しくね、うん、変わっていかなきゃいけないし、なんていうんですか、私たちは私たちの、 運営、これを運営していく上でね、うん、新しい、何かを言いたいんじゃなくて、その今ね世間で話題になっているようなことを二人の視点からね、まあ、新しい、うん、そう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 、ね、うん、こうあらねばならないっていうのはね全然捨ててほしいなっていうのはあって、うん、そういうのをお二人でやるのを聞いててね、これかなり飲水かもしれません、手前味噌かもしれません、我が子を自慢するバカな親かもしれませんけれどもとってもね、私がいることによる発言よりもとても新鮮だし、全然違う魅力、お二人のねキャラがね立ってすごい良かった。まあ汗出ますよ、汗出ます。まあまあでもほらそれは2人か3人かってこともあるし、マダムのように経験のある人がこう突っ込んでほしいっていうのもあるんで、うん、まあたまには来てくださいよ。たまにですね。いや何回来られるか分かりませんね。だって逆にね、その収録の合間の休憩時間に、うん、もう思想のね対決をこのお二人で、すいませんそれそのまま収録したいんですけど、いやそういうことなかったもんね今まで、うん、対決したことなかったじゃない、うん、ね、真昼の決闘っていうのはなかったね。うん、まあそうですね。いや、なんだろう、お互いに立て合っちゃうと、こういう番組、あこれ裏話になっちゃってすいませんけれど、うん、こういう番組で皆さんにやっぱり考えてもらうヒント、うん、バカバカしいこと言ってるようだけど、うん、どういうふうにこれ受け止めたらいいのかって言ったら、テレビでも情報同じようなことを何回もやってるんだから、そうですね、で、まあ、もう分かりきったみたいなこともやってるじゃない、うん、まあそうで、その中で地上波には出せないようなことをもっとね過激に言ったらいいかなっていうのが、う、先ほどねちょっとちょっと前に話してた話ですよね。まあ、縛りがないって言ったら、うん、お行儀悪く外れてくっていう意味でもなくて、うん、やはり雑誌から新聞からってなってきて、今もうネットの世界の情報がすごく増えてる中で、うん、あっという間に情報が広がっちゃうんだけど、
画像で見てると分かってるような気しちゃうじゃん、うんうん、なんかもうそんなに深くいろいろな勉強しなくても分かったような気がしちゃうっていうのはすごい怖いですよね、うん、本当は分かってなくても、そうそう、うん、あ、知ってる知ってるってこうすぐ言うじゃない、うん、子供たちでもそういうの多いと思うんですよね。だからあのネットだから、うん、ささって検索すると表面的にはすぐ分かっちゃうんで、分かっちゃうね、うん、だそれがなんかねあの深く考えない習慣みたいなものが、うん、今あの日本だけじゃないと思うよ、全世界的にねそうなっちゃってる中で、現実的にはものすごいその勢力争いというか、うん、地図的な、うん、面積争いの中で本当に怖いことが迫ってるのに、うん、ああ分かってる分かってるって言うんで、本当に分かってたらすっごく怖いことも、うん、観念でしか分かってないような気がするんですけど、いかがですか、専門家から見て。経済とかそういうものだって反映してくるわけでしょ、まあ だ, うん、だから多分昔は新聞読んだりしてた人たちっていうのは考えたと思うんですけど、うん、今はネットで本当に何かのキーワードわかんないってすぐ検索するん で, そうですね、知識は増えたと思うんだけど、うん、それの知識って知ってるってだけじゃなくて、まあ、マダムさっきおっしゃったようにどういうふうに関連してるとか、それが世の中にどういう影響を与えるとか、うん、自分にどういう影響を与えるから自分はこういう意見だってとこまで、うんうんうん、掘り下げて初めて知識が生きるわけですよ、うん、でもそこまでは言ってないような気がするんですよね。だから結構ネットの世界で荒れるのはその表面的な、あのネットってあの 右に行きやすいんですよ。やっぱ見ててね、さっきも話してたけど、あのネット右よってネットの右翼が多いんで、だからそっちに行きやすいんで、それってあの、まあ、正直言って考えてないっていうのもあるなっていうのもあるんで、どうしてもあのさあの前の番組も言ってたけど、今までは中道って言ってここら辺の人たちが政治やったのが多かったんだけど、ネットの世界が右左に大きく触れるように、世の中も今こっちとこっちにこう両極端になっちゃってるから、そこって、まあ、ある意味このなんていうのかな、世の中がこう沈滞してるのをぶち破るにはどっちかにかけるっていうのも 一つの手なんだけど、うまくいかないとあのとんでもないことになる可能性もありますよね、うん、だからそのネットで判断することによるいろんなものが出てくるということを政治とか芸能界とかみんなまたそれを気にするわね、うん、だから個人がその情報を得たい、まあ、政治的な問題や戦争の問題や経済の問題も自分たちは得てるけど、それをまたあのなんていうのグラフ化して何パーセントの人たちがこの我々をこう見てるんだからっていうんで、またそっちはそっちで影響されてるんじゃない。まあ、あのそういうところありますよね。だから昔は新聞の記事とかを政治家は気にしたわけでしょ、うん、で、はいはい、新聞がいいか悪いか別として、うん、あの要は少なくともその新聞社とその記者のフィルターが通ってるんで、うん、はいはいはい、あまり嘘、うん、極端な嘘もないし、だからある程度のクオリティっていうのはそこに期待できたわけじゃないですか、うんうん、まあ、朝日が左で、まあ、産経は右ってもうみんな分かってるのに中立だっていうのもおかしいと思うんだけど、はいはい、あの一応そこにフィルターかかってるんで、うん、その意見は OK なんだけど、ネットってフィルターないから、うん、やっぱりこっちとこっちに行きやすいんですよね、うん、だからそこが危ないとこなんで、うん、でも世の中やっぱり今そうなってるのは、そのさっき言ったようにあのこの前も話したように経済がこう落ち込んでて、なんとなくこううーんっていうところも、ふんまんやり方ないみたいなところもそっちに行きやすいとこなんだと思うんですよ、うん、だって結構みんな満たされてハッピーだと、うん、そんな右に行ったり左に行ったりしないでしょ、そうそうそう、多分あの満たされてると真ん中来るんですよ、余裕がね、うんうん、あるから、あの自分で中和できる能力が、うん、そうそうそう、持てるっていう、ね、であと相手に対して寛容になれる、自分に余裕がある時は多分寛容になれるけど、自分が余裕がなかったら攻撃的になるのは人間の差がかな、うん、みたいな感じがしますよね、うん、だからそういうね、この番組でジャパンアクターズっていうのは実は9本番組がございますね、うん、でその9本の番組のうち、実はこの私たちなんか赤いの着たりってそれだけだってなんか違うんじゃないってもしかしたら皆さん思ってるけど、これ経済圏チャンネルと申しましてね、経済のことですよね、経済っていうものから世の中のね仕組みを見ていこうっていう番組で、もう4年ぐらい、もう今年で4年経つんですよね。で4年も経てば愛だって冷めますよそうですか愛は4年と言われてる方が大ヒットしまして、大体私の経験から言いましても、まあ
ものすごい大恋愛の条件っていうのをどんなに続けようと思ってもその本では4年つって多くの人が納得したと。あ、じゃあね、そっから先は友愛とかさ、夫婦であっても、で4年ごとにやっぱりね、トランプさんみたいに、まあ、4年で離婚の、ね、手続きが2年ぐらいで6年ごとぐらいに過剰な愛情を持てるっていうのも人生にはとっても楽しいことじゃないね、一人の人を独占したいとか、でもそういうものもだいたい4年ぐらいだって言われてるわけですから、番組だったらあなた5年ぐらいだったってくれよね、それはいろいろ変えなきゃいけないと見てる人も変わってきますしね、年が変わってくると変わってくるし、うん、だから、うん、リサファンもいれば、ね、田代ファンもいれば、まあ、不詳私のファンもいてくださるんですけれども、決してそのなんていうの、私たちだけが言ってることが正しいんじゃなくて、ちょっとネットとは違うけどこんな意見、勝手な意見もあるよみたいなね。ジュリさん、急…あ、ジュリさんじゃない、リサさん、なんで急におとなしくなっちゃったの。いいですか、ちょっとこのマダムの爪すごい、すごいよね、ここ、これが、うん、あ、ちょっと遠いから見えない、実はね、これね、これね、新しいね、あれなん、特許を取ったものなんですよ。あなたはそれ自分で塗ってるの。そうです、そうです、もう普通に自分で塗っているだけ。実はね、こういう風な付け爪ってあるじゃない。ね、付け爪っていうのは一回もちろん取って外せるでしょ、うん、これね50何回使える。それでこれね、シュッと昨日取って、さっきね待ってる時間が長かった、電車の中でくっつけてきたの。っていうのはこの接着剤が特許なんだって。それで50何回、だからスーッと取るの。すぐ取れるんですか、何もなしに。ゼルみたいな接着剤なんですか。そうそう、そうなってる、セルハンテープみたいなもの。そう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 、そうなんですか。でこれはね、関西で特許のってまだ東京に進出してこないから、うん、まだもつけてみてって言うんで、今日だからテレビに出るのは初めてなんですね、皆さん。もうこれアップにして撮りたいんですけど ね、だから私そういうちょっとね、新しいものね、大好きで、びっくりしちゃって、だからこれスーッと家帰って撮って、洗い物やなんかしたりなんかするときは自分の手でやって、出かけね、スーッとやるの。値段、いかほど。50回分で1万8000円です。そうすると、まあ、そういうこと言っちゃいけないんだけど、猿に行ってやるじゃない、それより経済的になっちゃう、ね、1回300円じゃないですか、ね、早く。それでね、このね、何回か50回使うでしょ、50回使うでしょ、そうしたらこの接着剤がちょっと弱くなるでしょ、で接着剤だけ取り替えるのに2000円ぐらい。私この、ね、宣伝してらっしゃる。接着剤付け替えるんじゃなくて、そう、ここにもう接着すでもがついてんの。ついてるの。じゃあまた付けるとき、それを取って保管してまた付けるんだけど、それが50回、そうそう、なんかそれすごいわ。また付けるのかと思った。そうだね。これをスッと取る、うん。ちゃんと箱がある。その中に入れとく。あくる日またでか、明日もまたちょっとね、ここで収録があるからまた付ける。50回持つってことだ。50回持つ。すごいな。ね。だから私もうびっくりしちゃって、それ聞いた時、ほんでこれは娘がねプレゼントしてくれたんですけど、お母さんはいつもね爪ギリギリになってやったりなんかしてるからっていうんでね、私ねこれすごい発見。50回持つのはすごいですよ ね、爪もね、日本にアメリカから の技術なんですよ、こうやって爪、今いろんなあれですよ、でものすごく日本にとっては爪の産業が伸びたんです。何十億って伸びたので、それからもう20年ぐらい経ってきて、ついにここまで来ちゃったら逆に敵に回してないって言ったの、他の爪のビジネス、ね、ネイリストね、そうそうそう、ビジネスって、その人はもうね、ネイルの勉強もしあれして、この東京取ったあれもですけど、もうびっくりよね、これが何回も使えるってすごいでしょ。そうそうそう、50回使えるのは ね、だからあなた戦争のものだってどんどんね進化していくなって思わず思っちゃうわよ。だって爪だってこんだけ進化しちゃうんですから、ね、まあね、戦争は金に糸目つけないから進化するんで、女性も美には金に糸目つけないから進化するんですよ、うん、まあそんなわけで今日はでも私いいふりしました、いいふりしましたね、ありがとうございます。そんなわけでこれから、田代岳とね、それから後藤理沙と二人の美女がで、番組を続けていただきますので、これからもどうぞ、
ご視聴よろしくお願いいたします。そしてたまには、ね、たまにはたまにはね、お邪魔します授業参観で、うん、それからほら、なんだっけ、なんかほら、やったじゃないですか、皆さん見てくださいっていうの、登録チャンネルにね、登録、これももう進化なんでございますよ、ネットの世の中ですから、はい、どうも本当にお二人よろしくお願いします、はい、今度ぜひ遊びに来てくださいありがとうございます、今お送りしたいと思いますので、またぜひ見てください。では今日はこの辺でお別れしたいと思います。ではまた次回、さようなら、さようなら、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。